クイーンズバームは、日本の競争馬。場名の由来は女王様の大切な宝物。主な勝ち倉は2012年阪神品馬ステークス。デビューは11月6日の京都競馬場のダート戦400メートル戦。前目からの競馬となり、最後を仕切って、デビュー戦を飾った。続く阪神の500万下は、前からの競馬になるものビズ6着に敗れた。 2月の京都の500万下も最後バテて11着惨敗となり、この後7ヶ月の休養に入った。休養明けとなった9月の札幌の芝1500メートルで2着に検討し、この後芝のレースを使うこととなった。そして10月の手稲山特別は途中から逃げる形となり、結局逃げ切って2勝目を飾った。続く京都の絹笠特別も逃げ切って連勝した。 1>, 1月の京都の岩清水ステークスは6番人気だったものの2着に逃げ粘った。そして準オープンのみで2度目の重賞挑戦となった阪神品場ステークスは11番人気だったものの見事に逃げ粘って重賞初制覇となった。しかし初の GI 挑戦となったビクトリアマイルは7着に敗れた。この後に戦するも着外となった。 京都品馬ステークスは4着に粘るも、阪急杯は13着に惨敗。しかし連覇を狙った阪神品馬ステークスは3着に、検討した。しかし、その後は勝ち切れず6歳1月のヨド短距離ステークス9着を、最後に現役を引退した。現在は、生まれ故郷の農ンファームで、繁殖品馬となっている。以下の内容は net、netkeiba.com。 およびジャビスサーチに基づく。ありがとうございます。